ズのフェイク、中に強引、おっとメパウェと思ったら非常に成長してるなという感じですけどね、はい。こちらは先ほど、はい、水野のシーンです、はい。ただ残念なのはそれを本人が覚えてないっていうね。あ、そうですか。チームとしてのオプションも増えています。渋田フェイクから渋田ブロックだ。上から叩きましたメパウェ。オフェンスの時は落ち着いて外からシュートも打てますし、はい、このようにディフェンスではブロックがありますからね。そうですね。何をですか、バーンスパス、中東がいて、おはい、これもペイントのディフェンスですよね、はい。マッシュライト、このクォーターから最初からマッシュライトが出ていますが、ネパウェリバウンドを決めた。レサとショットクロック7秒、激しくネパウェつく、もうカットしたショットクロック。